月のエネルギーは6月25日になってすぐの3時40分から開始します。こんにちは、碇のりこです。さて、今回は6月25日にヤギ座の満月がやってきます。で、少し飛んじゃうんですけれども、4日間の開運日がやってきて、で今回はですね、金運アップの開運日があって、その間に満月がやってきます。ということで、6月23日から6月27日までの開運日が続くんですけれども、もう満月のエネルギーは流れてますから、ということで今日もお伝えするんですけれども、まず最初にまたね、コメントありがとうございました。本当に夏至はすんごいエネルギーだったなって思います。まあ、みんなのコメントを見てもね、ネガティブな人が続出してて、もうなんかみんな一緒みたいな感じだったんですけど、まあ、パートナーの方と喧嘩するとかね、前日から愚痴がたくさん出てきたとかね、なんか嫌なことが起こったとか、やっぱりあったよねって思います。ね、これね、あの満月のエネルギーも重なってる感じだったから余計だったんですよね。で、夏至のパワーもまだ続く中で、そのまま満月のパワーが、まあ、続いてるので、まだまだ気分がアップダウンするかもしれませんね。そして夏至が来ると今年も後半戦っていう感じがしてね、この後半戦をぜひね、みんなでね、楽しんで最高の年にしちゃいましょう。そして、ビッグジュエルちゃんにね、喜んでいただいて、そして爆笑してくれる方もいて、本当に嬉しかったです。まあ、ビッグジュエルちゃんもね、応援してますから。あとね、開運日の誕生日の皆様もおめでとうございますね。楽しんでお過ごしください。ということで、今回も思いっきり手放しよしくや運気アップしていきましょう。それではまず6月23日は、虎の日になります。で、この、虎の日なんですけど、夏至と満月のエネルギーが流れてる中での虎の日、そしてこの日に水星逆行がやっと終了します。まあ、悪いっていうだけじゃないんですけどね。ただやっぱりネットとか不安定になった人がいるんじゃないかなと思います。いるでしょ、なんかネットがつながんないとかね、なんかそういうこととか、もう信号が全部赤だった、スムーズにいかないっていう方もいたよね。まあ、そういう方、多かったんじゃないかなと思うんですけど、私ももう何度もネットがつながんないとか不安定になったっていうのはすごくありました。結構パソコンとかネットとかね、つながりにくくなっちゃうっていう、まあ、水星逆行があるんですけれども、まあ、そういうことがあってね、これがやっと23日に終了します。で、私が好きな虎の日に戻しますけど、虎の日はお金を払ってもお金が返ってくると言われているので、買い物もおすすめですし、あと旅行とか決めるのもすごくいいです。まあ、コロナの影響もあるんでね、まあ、それも考えつつ決めていただくといいと思うんですけど、旅行を決めるのも最高にいい日になるんですよ。ね、やっぱりね、無事に帰ってきてくれるっていう、帰ってくるっていうのが虎の日ってあるので、そういう意味でね、旅行を決めるのもいいです。毘沙門天様が祀られているところに参拝するのもいいです。まあ、毘沙門天様とご縁があるので、虎の日っていうのは、なので、祀られている神社やお寺、パワースポットに参拝することもおすすめです。そして6月25日満月にやったらいいことっていうことなんですけど、満月のエネルギーは6月25日になってすぐの3時40分から開始します。今回の満月はストロベリームーンと言います。で、赤みがかかってるのでそう呼ばれるそうなんですけど、欧米ではね、ローズムーンと呼ばれてるそうです。で、このね、ストロベリームーンを見ると、なんと幸せになれる、好きな人と結ばれる、まあ、結婚できるとかね、そういう言い伝えがあるんですよ。なので、みんなで絶対に見ましょうこの日ね。ただ今回の満月は特に超パワフルなエネルギーなので、感情が乱れやすくなるし、眠くなります、やっぱりね。
でいつもお伝えしてますけれども、こういうことが起こったらお水を飲んでお休みしてください。で私はなぜねこうやってね満月とか新月とかお伝えしてるかっていうと、月のリズムに合わせていくと私たちの調子も良くなったりだとか、あと月のリズムで動いていくとね、いろんな、まあ、自分と向き合えたりだとか、いろんなね、ことができるんですよ。ね、私は月のパワーっていうのをすごく子供の時からね影響を受けてたので、やっぱりこのねリズムを上手に活用してね自分の運気アップしてほしいなと思ってます。で、満月なんですけれども、ヤギ座の満月なんですね今回ね。でヤギ座の満月は、達成、成功、社会的立場、伝統、仕事、時間、芸術センス、本物、信頼感、品格、責任、継続性などの意味がありますけれども、この意味も取り入れながら満月のテーマは、まずは振り返りしましょう。満月には手放しの意味もあるんですけど、まあ、達成の意味もあるので、この半年間にね叶っていることを数えてみましょう。で叶っていることを数えるとね、これからも叶うことがいっぱい増えてくるんでしょう。で昔こういう名詞ありませんでした？ほくろの数を数えるとほくろが増えるみたいな感じ、ちょっとそんなイメージなんですけど、いいことがね、いいことを数えると、うまくいってることを数えるとね、うまくいくことが増えるんですよ。いいことが増えるんです。だからそういうことをいっぱい数えていくっていうことなんですよ。でね、うまくいってることを数えるっていうのは大きなことじゃなくていいんですよ。ちっちゃなことを数えるっていうのもすごく大事です。ちっちゃなことを数えてて、あ、こんなこともできたって言うと、どんと大きなことが出てくるんですよね。うまくいくことが増えてきます。なので最初はもうちっちゃな、できた、ちっちゃなことが叶ってるっていうことをすごく見直してください。で、そのね夏至の時に手放すこととかね、あと夏至の時にまた願いを放ったこと、それをもう一度見直してください。で手放すことはまたねちょっと見直した時に、あ、まだ手放せてないなってなったら、次の新月までにできるといいです。でこれからの自分の方向性だったり、自分のなりたい世界が決まった人が多いと思うんですけど、今回の夏至でね自分で一人でできないと思ったら、誰かに協力してもらうことがすごく大事です。今回の満月は愛に満ち溢れているので、誰かの協力を得ながら進むのもすごくいいですね。でそれがパートナーだったり家族だったりっていう方もいらっしゃると思うんですけど、そういった方にね、満月の時に力を借りて話してみるのもいいです。で今回はパートナーや家族などの愛があるところにパワーが降り注ぐので、そういうね家族やパートナーに感謝できる気持ちがあるところにね幸運が舞い降りるんです。ですからちょっと感謝の気持ちをね、意識するとすごくいいと思います。でまあちょっとねそういう感謝の気持ちとかできないっていう時は、まあ、徹底的にウィッシュデトックスノートって言ってね、自分の好きなノートにもう徹底的にネガティブになってることとか、ちょっとうって思ってることを書いてしっかり手放したりね、誰が大切なのかということをしっかり考えながら手放し、大切なものの見直しをぜひしてください。やっぱり風の時代に入って価値観がどんどん変わっていってるんですよ。だからその見直しがすごく大事になってきます。でね、満月の前後は掃除もしやすくなり、手放しがとってもできやすくなります。なのでちょっとヤギ座に関わる場所としてね、1つ目、床を掃除するとか、まあ、2つ目オフィスや仕事道具を掃除するっていうのはすごくいいです。まあ、主婦の方だったらキッチン道具とか掃除道具を掃除するっていうのもいいです。これちょっとおすすめですね。そして満月に合わせて月光浴もぜひしてください。で雨や曇りでも全然エネルギーは落ちないから大丈夫です。心配される方いるんですよね、雨だったら曇りだったらっていう方いらっしゃいますけど、全く関係ないです。なぜかってもう数日前からねエネルギー流れてますから、もう本当にもうなんていうのかな、お月様が見えなくてもエネルギーは全然関係ないです、落ちないです。で
ちょっとね、お金とかお財布とか、あとそうですね、パワーストーンとかちょっとベランダに少しかざしておいてもいいし、窓辺に置いといてもいいですから、まあ、そうやってちょっと月光浴、あと自分を月光浴させるのもすごく大事です。ちょっと月の光に、ね、当たってみるとか、月のパワー をねちょっと浴びてみるとかね、そういうこともいいですし、あと私も最近よくやってるのはお水をね、かざしてそれを飲むっていうことをやってます、そういうことをやってね、ちょっと月光浴していただくとパワーアップしますから、ぜひやっていただきたいなと思います。で、満月も徹底的な浄化がおすすめですから、まあ、お香を焚いたりだとか塩風呂に入ったりすることもおすすめしますけど、毎回私の定番です、これはね。もうなんて言うんだろう、儀式ですね。それをやってもいいですしね、自分の心地いいというやり方を探していただいて、ぜひ取り入れていただくといいかなと思います。で、あんまりやり方にこだわりすぎないでください。こういうのって私はいろんな提案をしますね、こういうのいいよとか、こういうのやったらいいよってありますけど、やり方にこだわってこうしなければならないになっちゃうと生きづらくなっちゃうんですよ。やっぱりね、これを全部やんなきゃいけないってことも全然ないし、やっぱり他人軸じゃなくて自分軸につながる生き方になっていくのがこれからの風の時代ですからね、ぜひ取り入れてやってください、で、みんなで手放しよしくらっていうことで乾杯です。みんなでやりましょう。それでは満月の、ね、手放しよしく、振り返りや、ね、叶ったこと、あと虎の日の金アップの日にやることとかね、ぜひね、このコメントに書いてくださいね。もう私すごい楽しみにいつも読んでますから。で、やっぱりね、叶ってることいっぱい書いてほしいですね。もうちょっとでもいいことあったら、もうコメント書いていただくと私すごく嬉しいっていう気持ちになりますし、まあ一人でも多くの方がね、うまくいっていただくと嬉しいなっていつも思ってますから、コメントでお知らせください。で、またね、同じことでもいいんですよ。同じこと書いても何しても、やっぱり書くことによって自分の意識に入っていきますから、どんどんね、うまくいってることも書いてほしいですし、楽しんでね、書いていただくといいなと思います。そういうね、うまくいってる方とか楽しんでる方のね、高波動の電線をね、どんどん起こして、みんなで波動を上げて、みんなで叶えていきましょう。それではみんなで最高のハッピーを手に入れようね。じゃあね。